朝霧は、海上自衛隊の護衛艦。朝霧型護衛艦の一番艦で、護衛艦席復帰前は山霧型練習艦の二番艦であった。艦名は、朝、日が昇らないうちに立ち込める霧に由来し、旧海軍の春雨型駆逐艦、朝霧、吹雪型駆逐艦、朝霧に続いて、日本の艦艇としては三代目。朝霧は、 中期業務見積もりに基づく昭和58年度計画3500トン型護衛艦2222 22号艦として、石川島張間重工業東京第一工場で1985年2月13日に寄港され、1986年9月19日に浸水、1988年3月17日に収益し、第2護衛隊軍第42護衛隊に編入され、 させぼに配備された。1990年3月6日、第2護衛隊軍令下に第47護衛隊が、新編され、山切、沢霧とともに編入。同年7月1日に護衛官、倉間、山切とともに、第23期一般幹部候補生、家庭出身初任幹部約100名を乗せて、江田島案を出港し、グアム、フィリピン方面に派遣され、父島の二見港、 伊央島、グアムアプラ、マニラ、スービック及び沖縄のカツレンに寄港した。1991年7月1日から7月31日まで、護衛艦、クラマ、山切、立風と共にフィリピン方面を巡航した。1992年及び1994年、艦隊平洋合同演習に参加。1997年3月24日、 台湾号の改正により、第47護衛隊が第6護衛隊に解消。1998年10月16日、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入。2000年5月から、護衛艦、金号、倉間、クラマ、島風、村雨、春雨、夕立霧雨、補給艦、浜名、潜水艦、夏潮と共に艦隊平洋合同演習に参加。 5月15日に横須賀基地出港し、5月26日から7月5日にハワイ真珠湾に寄港し、5月30日から7月6日にハワイ周辺海域で演習に参加した。7月13日から7月21日にアメリカ合衆国西海岸サンディエゴに寄港。7月30日から8月3日に真珠湾へ再び寄港し、8月16日に 横須賀へ帰港した。2002年3月6日、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入され、低傾向が悪れとなり、同地に転籍。2003年7月15日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、春名補給艦、ドアダとともに、インド洋に派遣。同年10月まで任務に従事し、11月19日に帰国する。 2005年2月16日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3516 に変更、練習艦隊第1練習隊に編入。2008年及び2011年、練習艦、鹿島等と共に、M4 練習公開に参加。2012年3月14日、護衛艦に再度種別変更され、艦籍番号は、 護衛艦時代の DD-151 に変更。護衛艦隊第14護衛隊に編成外となり、定型校が舞鶴となり、同地に転籍。2014年及び2016年、遠洋練習航海に参加。2018年7月5日から10日にかけて、舞鶴湖及び若狭湾北方海域において、多用途支援艦、日内島とともに、日露捜索。 救難共同訓練に参加。ロシア海軍からは、ウダロイ級駆逐艦、アドミラルトリブツ、アドミラルビノグラードフ、補給艦、ペチェンガが参加。また、護衛艦として、初の女性副長が勤務した艦でもある。2019年3月16日、第33次派遣海賊対象、行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾へ向けて出航する。 その進出途上の3月27日には、マレーシアランカウィにおいてマレーシア、海軍主催国際観艦,艦式に参加し、3月31日には、ランカウィ周辺海空域において実施されたマレーシア、海軍主催多国間会場演習に参加し、終了後にはインド海軍召会館、カドマットと共同訓練を実施した。5月2日には、オマーン海軍の召会館、A、AL マブリカと、 海賊対処訓練を実施した。同派遣中の5月24日、艦長が飛行地などがわかる情報を公表前に自分のスマートフォンを使い、居場所や食事の内容を Facebook で複数回公開。防衛省は情報保全義務違反に当たると判断し、含む規律違反の疑いがあるとして、艦長の佐藤義則二等海佐を護衛艦隊司令部付けとした。 公認には、再評官、白瀬副長から波江の雄一二等会社がついた。6月24日付で、佐藤前官長は、停職7日の懲戒処分を受けた。6月20日、ソマリア沖、アデン湾で沈没しつつある、インド船籍の貨物船から、遭難信号を受信し、現場に急行。乗組員二人を救助した。8月下旬に、サザナミに任務を引き継ぎ、 帰国途上の9月1日、中東、オマーンの首都マスカットに寄港し、同国周辺海域でオマーン海軍の紹介官、アルシーブと戦術運動や通信訓練等、親善訓練を行った。9月24から26日には、フィリピン海軍コルベット、エミリオ・ハシントと共同訓練を実施。10月4日、ソマリア沖派遣任務を終えて、マイズルに寄港した。 現在は護衛艦隊第14護衛隊に所属し、提型校は舞鶴である。ありがとうございます。